突然のフォーリナーの再来襲、それから数ヶ月 EDF とフォーリナーの攻防が続いていた。その渦中 EDF が極秘開発していた新型改良兵器は完成間近となり、テスト使用の段階まで到達していた。中でもウィングダイバー用の新型飛行ユニットは従来のユニットに比べて飛行能力の継続性が大幅に引き上げられ、地上に落下することなく緊急チャージも可能とする画期的なものであった。大容量のエネルギーを蓄積することが可能になった新型の飛行ユニットは、その性能の副産物としてエネルギーの瞬間的な大量消費を可能とした。これは飛行能力のブースト化や高出力兵器の扱いが可能になることを意味していた。強力な兵器の改良に成功した EDF、 しかし突然の悪夢が全世界を襲った。巨大生物が市街地に現れました。正確な数はまだ把握できていませんが、大群です。なぜ今この地域に現れたんだ。ここは一掃したはず。作戦実行部隊はマザーシップの襲来に備え、ほとんどが出撃してしまっています。まさか裏をかかれたのか。ウィングダイバー部隊が何チームか残っていますが、新型飛行ユニットのテスト飛行中だな。まだテスト段階なので、このまま出撃するのは危険です。やむを得ん。このままでは市民に大きな被害が出てしまう。ウィングダイバー部隊、市街地に巨大生物が現れた。テスト段階ではあるが、至急市街地に向かえ。ウィングダイバー部隊、出撃せよ。こちらベイル11、作戦エリアに到着しました。緊急要請に応えてくれて感謝する、ベイルチーム。今こそお前たちの力が必要だ。しかしコマンダー、ベイルチームの装備はまだ実験段階です。いずれ実戦投入されるのだ。少し早い。その新型飛行ユニットの性能を見せてもらう。直ちに市街地へと進み、巨大生物を殲滅せよ。よく、ベイルチームはこれよりベイルセブンの指揮のもと任務を開始します。指揮は任せたぞ、ベイルセブン。想像以上に数が多い。一体どこから現れるの。このペースはまだ広いのか。市街地の中心部にはさらに多くの巨大生物が出現している。こちらアランジャー天、すごい数だ。我々だけでは歯が立たない。クリア。周囲の巨大生物を一掃しました。待て、しまった。こちらウィングダイバー9、至急応援を。敵の
罠にかかってしまった。身動きが取れません。助けてください。何、あの巨大な生物は。助けて。ウィングダイバーの天敵デタリウスです。味方が捕らえられています。不活に分装を使うと糸に使えるぞ。気をつけろ。相手の行動パターンを見極めれば勝機はあります。とにかく捕まっている仲間からこいつを遠ざけないと。今助けます。待っててください。糸に捕まったらとにかく相手を撃つのよ。